貫き通すは我が信念。みんなの力になりたい。進撃、家康を討ち、隊を我らの手に。承知いたした。正面から打ち崩してご覧に入れましょう。不作もなく力攻めなく、およそ父上らしからぬやり方に。数を揃えただけでは三河武士は阻めぬ。五条の本陣へ向けて突撃せよ。阻むことはできぬ。かかれ！忠勝がおる限りこの突撃は止まらぬ。されど奴を倒せるものなど。忠勝のいる砦では辻ヶ崎館の跡地、そこには抜け道がございます。なるほど、そこをついてやってくださるか、真田殿。お任せを。とはいえ、忠勝殿が備えをおろそかにしているとは思えません。無論である。故にこそ真田の根を釣り上げられる。真田殿、甲斐を助けてやってくださる。さて、貴
そ義政殿はなぜ動かぬのだ。ありがとう、助かったわ。この程度で我らを阻むことはできぬ。かかれ。相手となる。間に合ってくれればよいが。真田の怒りもご覧あれ。ヘマやっちゃった。ここから挽回しなきゃ。姿を隠しているとなれば見つけるのは容易ではない。蛇の道は蛇ってね。あっしにお任せあれ。行動に潜んでいた我らを封印するつもりだったのだな。この程度で我らを阻むことはできぬ。かかれ。強すぎる。ここで突撃してくるの。もう防ぎきれないかも。見ましょう。ただ雪村、俺にあり。見事な策という。ここは譲っておこう。開門。木曽殿が動かぬでは話にならぬ。真田殿、督促に向かってくれぬか。承知いたした。わかりに船だ。私たちは徳川本陣を目指します。三池の名にかけて家康様のもとへは断じて行かせる。守ります。真田の手の者か。何故正幸殿は北条に従っておられる。北条は我ら信濃の国衆を駒としか思っておらぬ。
もし真田が北条と袂を分かつのであれば、我らも共に働く用意があるぞ。よくやってくれた。サラダ・ユキムラ、俺にあり。ここは引かせてもらうわ。という強さよ。ユキムラ様、一段と燃えてるにゃ。最善を尽くし、家康様の敵をなぎ払う。いいの若備えにかけて。若備えは武田譲りの真田の軍法。遅れを取るわけには参りません。私、次は負けません。これで徳川は窮地に立つ。恩を売るには良いこれはない。赤備えを譲るわけにはいかぬのです。無駄だ。次こそは必ず開門。急げ。このままでは総崩れとなりかねん。一旦引き、体勢を立て直すぞ。さすが家康、良い判断だ。さて、真田殿、よくやってくれた。これで我らは正真正銘の家族ぞ。恐れ入る。一層励んでまいります。徳川方は甲斐まで交代した模様です。もう一押しですね。これで武田の丘陵は全て北条のものに。そうはならん。え、父上、我らはこれより
徳川に味方する。北条を攻めるぞ。父上、お待ちください。それは真田は実に厄介な相手よ。北条だけでも手強いものを。真田などに二度と遅れは取りません。必ずや撃退してみせます。侮るな、真田正幸は並ならぬ武将だ。お言葉ですが、我らが最善を尽くせば。真田に動きあり。来るか。真田は北条方を攻める構え。どういうことだ。